はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。フォールガイズ、始めていきたいと思います。というわけで、ライブ配信しようとしたんですが、ライブ配信のあれを作れないんで、YouTube 側の問題かな。こちらですね、録画で行うことにしました。あれか、この落ち着いて、あ、落ちるんだ、きついな。ナッツ、視点がこれな、もう大きい方を連れて行った方が有利。あっと引っかかった。行くぞ。視点変わるの、なんとかならないかな。広角の視点で見たいんだが、ぶつかるしね、こういう風に。あ、やばい。 OK。 まあここはちゃんと、うわー、嘘だろ。この辺慣れないといけないですね。さあ今55人です。あれ、減った。減ることもあるんだ。離脱して増えないのか。視点が変わっちゃうのかもしれないな。さあ、なんだろう。あー、あれか。扉か。偽扉があるんだよな、これ。ドアダッシュ。それ日本語なんかキットもあるみたいですね。なんかフォントがしょぼいんで日本語にはしませんが、とにかく走れ。予選通過39人。うまく流れに乗ることが大事です。ドライブと一緒ですね。あそこも割れるんだ。左の2番目。 OK、 受けますね。結構だから足場が弱い。勢いつけてこう車間を開けてジャンプしないとね。こういう風にして、さあこっからだ。行きましたね。何位かな。とりあえず1回戦は生き残りました。次の面です。スライムクライム、これ初めて見るな。な、登るんだこれ。あー、ここの丸太のとこがきつそう。ぶつからないように慎重に操作ですね。危ないが、まあとりあえず、なんだ今の、危ないボール。さあ視点が分かりにくい。あ、視点が、
あ、無理なのかこれ。あ、これ。え、今の何？レベルが3に上がりました。お、なんか色が変わった。これはゲートクラッシュ。ドアが動く。開いたりし、あー、これ開いたり閉じたりするドアだ。タイミングを測ってジャンプしたりしないといけません。運が悪い。と言ったふりをしていかない。これ多分下下がるんじゃないの。これはしんどいな。あ、なるほど、ちょっとの高さだった全然大丈夫なんだ。なんだろう、スピードアップするが落ちる。下に落ちた終わりなのか。慎重に行かねばなりません。悔しいね。運動神経ないって言われたら終わりだけだけどな。ひたすら落ちていきます。さあ、これは羽ですね。羽、ワイヤリーギグ。本当だ、なんか羽飛ばされてなんか外に。あー、これジャンプ力が求められる。一度冷静に後ろから見る目を育てましょう。オッケー。あ、ダメだ。さあ、自動で、自動ドア。あれ、これどうやって上がるんだったっけ。ここがわからない。あれ、どうだったっけ。あー、ちょっとまあ、あ、そうか。無理か。無理ですね。向いてないか。すす。顔ちょっと見てみます。フォールガイズつかむで検索。それも知らんのかいっていうわけですが、結構まだゲームオーバーなってないから長いですね。ようやく今ゲームオーバーなった。あ、そうか、あれ確かコントローラーで割り当てたんだ。割り当ててるはず、設定で。え、なんで
あれチームプレイなのかこれ、ひょっとして。なんか勝ち上がってる。さあこれチーム戦です。なんで勝ち上がってんだ。ああ負けてるんだ、負けてるんだ。なんで出ないといけない。感染してるだけだったんだ。でもそのテストプレイってできないんですよね、一人で。一人でテストプレイ、せっかくあのこれあの基本無料プレイじゃなくって2000円ほど出して買ってるゲームだから、そういうあのなんだ練習モードつけてほしいよな。面を選べて、すでにプレイし一度はプレイした面は練習できるモードをつけてほしい。さてヒットパレード、ネガティブザ・オブ スタッフ、いきなり丸太です。丸太で落とされるんだ。あ落ちたら即ゲームオーバーだったような。いや違うな、違う、上がれる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 。はいだ、扉だ。流れに従って進みます。来ちゃいますからね、これ。動かない。動かない。負けた。プレイやって全然ダメだったら今日諦めよう。実はですねこれ4時前なんですよね、朝4時前。あ色は変わるやつじゃないかな、シーソーで。これらのゲームって先行有利なんですよね。お、危ない危ない。ツアー落ちていくだけ、抵抗する間もなし。連れて行ってもらいたい。 OK。 なんでしょうね今の。
みんな落ちます。つらい、焦ってますからね。落ちた途中から。落ちますよね、怖いな。これすごい角度じゃん、無理だろう。誰か乗ってくれ、協力プレイだ。一度こっち行こうか。あ、無理だ。焦りは禁物。なんかすごい傾いてる。 OK、 しかしもう厳しいな。これはダメ、無理です。オッケー、まあ負けですけどね。終わりましょう。というわけで、フォールガイズテストプレイパート2お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。終わり。